敗戦車部隊などと共に味方の攻撃を激しくする部隊です。現在、この部隊にはすでに敗戦車部隊が射撃陣地を占領しています。国家部隊の攻撃能力が明確に判明した6の台の敵戦車に対して敗戦車部隊の8の台の敗戦車誘導弾が射撃します。さらに4の台、5の台に現れた敵戦車に対して74式戦車が射撃します。
集した敵戦車などの敵圧数の状況から攻撃開始の条件を満たしているかどうかを判断し、攻撃準備射撃の成果が不十分であった場合は攻撃開始前に再度攻撃準備射撃を行います。特化部隊が三段山の敵部隊を制圧するとともに、二段山に発煙弾を射撃して中隊主力の攻撃前進を密接に支援するための前進支援射撃を行います。この射撃は通常攻撃前進の速度や状況に合わせ射撃目標を変更して射撃を行います。弾着が移動していく様子をご覧ください。こちら特化射撃発射、射撃弾着を壁越え、弾着を壁越え、前進支援射撃開始。支援射撃のもと、北丸式戦車小隊が片岡中に攻撃前進します。
です。続いて装甲戦闘車が小隊が3の台および6の台の敵装甲車に対して射撃します。小隊6の台装甲車ですか、発進中。
ゴービングレンジ、満員のバスの案内方法は、お願いいたしますので、今しばらくお待ちください。